回目してることで、おっさん、アウチの当初はまあ、今そのリネアリングに向けて、まずベッドが使わない、それから力を使わない、人を痛めさせない、そういうだけ考えれば、あとはこう特別なことをやるじゃなくて、普段の稽古の時に、うちの基本の作品の技、それを大切にすれば、今みたいに。まあ、人目にも多分こんなに特別なことをしない。ただ、その気持ち、命かけて練習の時に、自然の練習の時に、一生懸命やる。そのまま、正解。だからこう、自然にこの技には、力を使わないんだけども、しっかり強い技を打つ、ここはね、自然にバランスを取れた状態で相手に打つ、おまけに、痛みをさせない、悪い気持ちを与えない、こういう、全ての技を自然に、この弱いところをどういうふうにやるのか、これはこの技をかけるよりもご自分の基本的な基本的に姿勢で正しく、それ変な力しない、相手にこう何かやろうじゃなくて、自然にこう、外を自然にこう、つながるから、それでその技に、ね、だから無理がないように、だからこう、だんだん、普通の基本技でも、弱いでも、この自分の方からやるんじゃなくて、相手と一体なって技に行う、で、この体全体どこでも使っても同じこと、どういうふうに無理しないように相手の場合どういうふうに、触ったときに、ぶつからないように相手と一体で、そのままそのままで、自分のバランスを取りながら相手を一体で、同じこの何か技やるときに、来たときにぶつからないように、ぶつからないけども逃げちゃわない、逃げてもダメだし、だそこでいつもやってる稽古の中に中心から動ける、それだけで、それだけでもうつながるから、ちょっとつまり大きな落としなく相手をこう通す。あとはスピード、そうだけどもスピードっていうのはこう腕力割りはこう力じゃなくて、この来た時にそのタイミングで。この腕力を使わないだけども、これいつもやってる構える時にちょっとだけ動けば体に、それは
요. それは、治療でも座り技も同じ。この、この上肢使わないように自分の座り方で座り方でそれを変わらないように重心の移動だけ例えば反対に相手をコントロールこれどこでも。これは押す。チでも、ズでも、こういう。相手も、こういう。押さえても、同じ。これは、続ければ、あれば力を壊してくれる。で、つながる。それは全然好きじゃなくて自分の腰のバランス。それはどういうふうに作るというと、まあやっぱり基本動作ね。基本動作はしっかり分かれば誰でも簡単にできる。だからこういうふうに一つだけきっかけ作れば、きっかけ作ればあとは簡単に重心。これは響きの性質になっている響きの性質1と2これをそのまま移動できるそういう、手術です。これはどこでもこのままできるようにしよう一緒に手を軽く、まあ、ただこの体を移動するこれは響きの性質やってるみたいな感じ で力使わないからいつでも長く、そんなに疲れない。こういうふうに、まあ、気道の集中力と言いますけど、これは、なんか特別なことをやるんじゃなくて、普段の稽古の時に一生懸命すること、それは集中力、ね。そうすると、いつでもこれだけやったことは、これを短い時間で全ての力を出せる。これで、あとはバランスだから、力関係ないから、ちょっと相手は一つも悪い気持ちはだけだ。だからそれを、課題として、ね、この例えばいつもやってる日刊賞でも何でもいいけど、これはただこの技をやるんじゃなくて、やっぱり気持ちを込めて、しっかり全てのものを出すこと。まあ、疲れたら後で休んでもいいけど、技やるときにはしっかりやっぱりやらないと、だから集中力っていうのはそういうことだけだから難しいことではない、ね、ただただ合気道はまあ武道だけど真面目にしないといけないけど、それも楽しくしながら自分だんだん固めてだんだん自分の限界を伸ばす。それは負担の軽減の時にやれば大丈夫です。はい、それでは頑張りましょう。よし、よし、よし。はい、じゃあ審査して。はい。先生の。